とはアルファタウリの2台とそれからアロンソ、さらには今後方ではボッタス、ジョーガウン、そして あとはストロールとそれからマグネッセンもそうですかね。さあ今グリーンが出ました、グリーン出ました、フォーメーションラップ開始です。時刻は14時になりました。ジャパニーズグランプリ鈴鹿、いよいよ決勝レースのフォーメーションラップが始まりました。さあ皆さん遠慮はいりませんよ、ウェーブしちゃって構いませんよ皆さん。後ろはアロンソ、斜め前はラッセル、目の前はルイス・ハミルトンというつわものたちに囲まれている角田、後ろには新人ローソンがいます。ローソンは日本のスーパーフォーミュラーでは3回の優勝、現在ランキング2、この鈴鹿で最終戦チャンピオンをかけた戦いが待っています。さあ今ジョー・ガウンまでマシンをグリッド上に止めました。サージェントはピットロード。さあいよいよ後方グリーンシグナルが、レッドセットを4つ5つフォームレッド、走り始めた鈴鹿で周囲関係者も来ました。